東京ドームです。読売ジャイアンツ対阪神タイガース、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発は左のメルセデス、対するタイガースの先発はエースのメッセンジャー、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。何としても得点を挙げたい9回です。バッターは熊谷、投げた、ボール、まずアウトコース低め、ストライク。第3球は打った、1、2塁間のゴロ、セカンドから1塁送球、アウト。バッターはトップに帰って糸原、今日はここまで4打数2安打1三振、ボール。第2球、インコース低め、空振り、タイミング合いません。投げた、ストライク。第4球を投げた、打ちました、一塁線切れました、ファール。投球これから5球目、打ちました、引っ掛けた、ライト前進、取りました、勝利まであと1人。右バッターボックスには中谷、スタンドからは大きな声援が上がっています。第1球、内角低めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました、内角ボール球打った、掴みました、ゲームセット。ジャイアンツ見事勝利です。本日の試合はジャイアンツが勝ちました。勝利投手宮國、対戦投手メッセンジャー、西武上原。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は6対3、ジャイアンツ勝ちました。勝利投手は宮國、敗戦投手はメッセンジャー、そして西武は上原、ジャイアンツ全員で勝利を呼び込みました。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で東京ドームからお伝えしました。